大阪中之島にあるフェスティバルホール。ここで毎月定期演奏会を開いているのが大阪フィルハーモニー交響楽団。通称では大阪フィルや大フィルとも呼ばれます。この日はベートーベンの曲など3曲が披露され、力強く美しい演奏で音楽ファンを魅了しました。演奏会の最中、ステージの袖にいる女性は伊江恵子さん。演奏会で使われる楽譜の準備や管理などをすべて担うライブラリアンという仕事をしています。プロのオーケストラには欠かせないその仕事の現場とは。公演の3日前、全員揃って初めてリハーサルが行われる日、伊江さんは練習が始まる2時間前に練習会場で演奏者の楽譜を並べていました。楽譜室と書かれたこちらの部屋が伊江さんの仕事場。大阪フィルが演奏会などで使用した楽譜が曲ごとに封筒に入れて棚に収められています。番号がもう1番から古い購入した順からつけてまして、今新しくて今2800ぐらいなんですけれども、まあだいたい3000近くありますね。これが大フィルの歴史そのものになってまして、こういう楽譜が歴史がありまして、関西交響楽団の時代からの楽譜が、まあ、使い込まれてもう紙が黄色くなっちゃってる楽譜がたくさん大阪フィルにはあります。これは年末の演奏会に使われるベートーベンの第9の楽譜。オーケストラの楽譜は全ての楽器の音が書かれている指揮者が使う奏譜と、それぞれの楽器だけ取り出したパート譜で構成されています。また第9の楽譜には出版社で微妙な違いもあり、指揮者によっては演奏会で使う譜面も異なるといいます。第9でいいんですねって用意したらね、違ってたりしたら、えらいことになりますよね。準備を始めるのは演奏会の数ヶ月前。曲目が決まるとすぐに楽譜の準備を始め、大阪フィルに所蔵していないものはレンタルか購入して入手します。そこからの仕事もたくさんあります。例えば譜面の製本や修理の作業。感じですね。特に古い楽譜ではページをめくる隅が破れやすく、補修が必要になることも多いのです。そして一番時間をかける重要な仕事がこちら。2枚の楽譜を並べ、一方の楽譜の音符の上に印のようなものを鉛筆で書き込み始めました。どういう作業なのでしょうか。これは弦楽器だけなんですけれども、ボーイングといって弦楽器は弓を下げて上げてって演奏されていますが、それを全員で統一してきれいに合わせて弦楽器のパート譜には必ず書き込まれています。コンサートマスターや指揮者が指示したボーイングはライブラリアンが楽譜に書き写します。弓のこっちの方を元の部分って言うんですけど、元の部分から先に向けてこういうふうに弾くのがダウンと言います。それと逆にこういうあのとんがり帽子の逆みたいなマークの場合はこの弓の先っていうんですけど、先から元にかけて使う。同じ曲でも指揮者によってボーイングに違いがあるそうです。
まあ、例えばあのモーツァルトのシンフォニーの41番の出だしで言うと、あの全部ダウンで弾くパターンだと、全て均等に強く出すあのですね、でダウンでやると、それがあの弓順といって、ダウンアップダウンにするとより、なんていうんですか、横の流れが強くなる。ちょっと弾いてみますね。これがあの、まあ、指揮者のその音楽の解釈、そのどういうものが欲しいかによって変えて欲しいって言われたり、あの要求があったりするんですね。もちろんダイフィルの伝統で、もう大切な宝物なんですよね。あの代々演奏してきて、やっぱり何十年もかけてあの出来上がってきたボーイングなので、守り抜くというか、それを尊重するというのは一つ非常に大事なことなので、大事なありがたいあのことですね、はい。大阪フィルの宝はさらに、案内されたのは大阪フィルの創設者で50年以上指揮を務めた朝比奈隆さんが使っていた部屋。直筆が残された楽譜には音楽への熱い思いが込められています。楽譜は演奏会を減るごとに楽譜が成長していくっていう話を言っていただいたんですけど、やっぱりその分その時の、音楽が楽譜の中に刻み込まれています。演奏会が無事に開催されて、お客様の前で、ね、演奏の音が鳴って終わって、拍手いただいて皆さんが帰ってくる時って、ああよかったって思う。一番嬉しいのはやっぱりその演奏会の本番でその音を聞いてる時が気持ちいいですね。ご視聴ありがとうございましたケロ。